五大毒性金属。こんにちは、内科医の松本です。私も使っているドクターズデータ社の毛髪毒性金属必須元素検査では、毒性金属を17種類、必須元素いわゆるミネラルを22種類測定します。この中で特に大きな問題になるのがアルミニウム、ヒ素、カドミウム、鉛、水銀です。他にも毒性金属はありますが、これらの金属は特に日本人には多く、また細胞への影響、つまり体への影響が大きなものです。今回はこの5大毒性金属についてお話しします。アルミニウム。細胞内では酸化を促進する働きがあり、体の酸化ストレスが増加し、細胞内でエネルギーを作っているミトコンドリアの機能が低下します。酸化ストレスは全ての病気や過剰な老化に関連しています。代謝遺伝子のタイプによってはセロトニンやドーパミンなどのホルモンにも大きく影響します。いわゆる幸せホルモンに影響するわけで、統合失調症との関連も疑われています。脳の神経に異常をきたすことが多く、アルツハイマーとの関連も否定されていません。ベーキングパウダー、ホットケーキの粉、色止め剤、品質安定剤、着色料などの食品添加物として加えられています。薬剤、野菜類などいろいろなものにも含まれています。アルミ缶の飲み物、調理器具からも流出するとされています。まずはアルミ缶の飲み物やアルミの鍋などをやめることから始めてみると良いかもしれません。ベーキングパウダーはアルミの入っていないものもありますので、そうしたものにするといいかもしれませんね。ヒ素、古来より暗殺のための毒薬として用いられてきました。ナポレオンも毛髪分析で通常の13倍のヒ素が検出されています。印象派の画家がよく使ったエメラルドグリーンにはヒ素が含まれており、ゴッホが気が狂ったのもヒ素が関与している可能性があります。1955年に森永の粉ミルクにヒ素が混入した事故では、乳幼児に130人の死者が出ました。被害者は1万2000人を超え、8割の人に知的な障害など後遺症が残ったとされます。和歌山でカレーにヒ素を入れた事件では4人が亡くなり、63人が急性中毒になりましたが、こうした急性中毒だけでなく慢性の中毒も大きな問題を起こします。有機ヒ素と無機ヒ素がありますが、特に問題になるのは無機ヒ素です。ヒ素を体から無毒化して出すために多くの栄養素が使われるので、細胞の中でエネルギーがなくなっていきます。ビタミン A の欠乏が起きやすい、爪に白い線ができる、体からニンニクのような匂いがする、皮膚が点々とまたは全体が黒くなる、皮膚がん、肺がん、腎臓がん、膀胱がん、肝障害、肝硬変、貧血、脱毛、エネルギー不足で元気がない、だるいといった症状が起きます。農薬、井戸水、鹿児島の火山灰、繊毛剤、ひじき、お米、海藻由来のサプリメント、ヘナなどにも多いとされます。お米は植物の特質としてなぜかヒ素を溜め込む傾向があります。ヒ素は特に外側にありますので、玄米などは要注意です。またひじきが好きでたまらないという場合は、調理にちょっとした工夫が必要です。カドミウム。陣痛川流域の痛い病で知られるカドミウム。カドミウムは体内の多くの酵素にとって大切な亜鉛にとって代わり、タンパク質の合成やアルコールの処理、グルタチオンという抗酸化物質を邪魔したり、骨や腎臓や呼吸器系の病気の原因になります。特に腎臓の網目である尿細管に引っかかって腎臓の機能が低下し、多尿、頻尿、高滑、多飲などの症状を起こします。また骨への影響は大きく、骨軟化症が進み、くしゃみしただけで骨が折れて寝たきりになることもあります。骨が折れていたから痛病という名前になったのですね。その他、便秘、神経障害、肝障害の原因にもなり、ホルモン撹乱物質の一つなので、男女の不妊とも関係が深いとされます。血管の中で亜鉛の働きを邪魔するので、心臓病の原因にもなります。受動喫煙を含む喫煙、排気ガス、塗料、粉塵、電池、肥料、農作物、特にお米、
魚介類などがカドミウムが入ってくる経路です。ちなみにお米の中のカドミウムに関しては厚労省による規格基準では以前より厳しくなったものの、日本は国際基準の4倍まで OK とされ基準が甘いです。これは米農家に配慮したのか、品質の悪い米を国が買い取る、つまり粗悪品に対し余すところなく税金を投入するという制度の金銭的な問題なのかは私は分かりません。詳しくは厚労省食事中のカドミウムの規格基準をご覧ください。鉛、ベートーベンは鉛中毒だったことが知られていますか？古代ローマ時代から鉛は酢酸に溶けると甘いことが知られ、食器、水道管に鉛を使っており、この頃からすでに鉛は危険だと知られていました。古代ローマ人の人骨から鉛が高濃度で検出されています。細胞の中のエネルギーを作る酵素を邪魔するので、細胞に元気がなくなってさまざまな症状が起きます。吐き気などの消化器症状、うつ病や会話能力の低下、集中力の低下、発育の遅れなどの神経症状、疲労、運動障害、肝障害、腹痛、貧血などが起こります。カルシウムと置き換わり骨に蓄積するため骨が折れやすくなります。日本では1995年以前の水道管に鉛が使われていました。殺虫剤、タバコの煙、白髪染めなどにも含まれる場合があります。水銀、古くは奈良の大仏の建立時、水銀と金の合金を使ったために作業者が水銀蒸気を吸って死者が発生したとされています。熊本県の水俣市や新潟県の阿賀野川流域での水銀中毒が有名です。水銀が蓄積すると体の中でエネルギーを作りにくくなり、体がだるい、疲労、副腎疲労、うつ病、発達障害などの神経症状、口の問題、運動障害などが起きます。生物濃縮するので大型魚に多いこと、ワクチンの防腐剤としても使われます。水銀は体温計や血圧計にも使われましたし、蛍光灯にも使われています。これらが壊れた時、水銀は揮発して空気中にばらまかれます。水銀って常温では液体ですし、だからこそ体温計に使われたわけですが、気体になる温度も低いのですよね。また虫歯の時の詰め物としても使われてきました。現在は保険診療ではアマルガムを使えなくなりましたが、アマルガムは加工しやすく殺菌作用も強いので頻繁に用いられてきました。私も子供の頃は歯に入っていたのだろうと思います。水銀は気化する温度が低く、熱いコーヒーを飲んだり食事で歯をしっかり使って噛むだけで気化した水銀を吸入することになります。かといって不用意にアマルガムを外すと、もっともっと水銀を吸入してしまうことになりますので、きちんとアマルガムを外す訓練を受けた歯科医での治療でなければ危険です。幸い歯科アマルガムも保険適用はすでになくなり、2020年には水銀入りの蛍光灯が禁止されます。いやはや、いろんな毒性金属がいろいろな経路から体に入り込みますね。すでに体内に取り込んで溜めてしまったこれら毒性金属にどう対処していくかは、その人の健康状態、目的によって全く異なります。まずは自分の状態を把握することから始めてみてはいかがでしょうか。なお、カドミウムとヒ素に関してはお米に潜む危険というビデオもご覧ください。自分の体内状態を推測して今後の老化予防や病気改善に生かしたいなど、検査にご興味のある方は下の概要欄をご覧ください。今日も最後までありがとうございました。またお会いしましょう。